サラセン人サラセン人とは中世ヨーロッパ世界でイスラム教徒を指した言葉。アラビア半島北西部の遊牧アラブ人を指して使われたギリシア語のサラケーノイ、ラテン語のサラケニに由来する。古い例では2世紀にプトレマイオスが地理学の中でこの語を用いている。サラケーノイはエウセビオスの教会史の中のデキウスミカドによるキリスト教と迫害に関する箇所で、 アラビアの山中で、万人サルコの意に奴隷にされたとアレクサンドリアのディオニシオスが記していると語られている。ローマ皇帝軍像にもペスケンニュース逃げるが、サラチェニに攻撃されたとの記述があり、古典作家は、これらの遊牧民を意味することして使用したと考えられる。7世紀にイスラム勢力が台頭すると、ヨーロッパ人はこの古典に登場するなお、アラブ人に対して使うようになり、 十字軍などで東西交流が活発になった中世以降には、もっぱらムスリム一般を指す故障となった。なお、ムスリム側は、西欧人を総称して、フランク人と呼んだ。日本においてすら、ヨーロッパ中心主観的な立場で、歴史記述がなされてきた影響で、初期のムハンマド自身や彼の後継者であるカリフたちに指導されたイスラム共同体政権は、 中世以来ヨーロッパ人が用いてきたこの古称に習ってサラセン帝国と呼ばれていた。しかし近年ではヨーロッパを中心に歴史を解釈する姿勢が好まれなくなり実情に沿ったものとして提案されたイスラム帝国と称されるのが通例である。現代の日本ではサラセン人、サラセン帝国といった語彙が 歴史学史的な文脈以外で、アラブ人やイスラム教徒に対して使われることは稀で、ある。ちなみに、イタリア社のアルファロメオのエンブレムには人を飲み込む、オロチの図柄が描かれているが、オロチは、ミラノ港、ビスコンティケを、オロチに飲み込まれている人は聖地を冒涜した、サラセン人を表しており、十字軍がサラセン人を退治していることを表しているとも、言われている。ありがとうございます。